前これ迷惑だろ、この配信するのやめとけ。迷惑だろ、お前式の射程なんだろ、やめとけ。やめよう。あ、まあダセーからやってること、本当昨日、今日さ、ここでやるのはさ、まあ、もう牛角とは怒るから、ここでやってると。で、もう刑事でも示談しないし、民事でも金かかるから、ここでやんない方がいい、マジで。まず不利になるから、まあ、刑事はできないかもしれないけど、民事で結構多分請求されると思う、こういう派手なことやってるとさ。やんな方がいい、これマジで。俺は本気で救いたい。まあ、本当、式の射程になってるから、昨日から。情けねえなと思ったよ、ラジコンになってるから、本当。式なのかな、式のラジコン。今日でも式探してたんだよ、俺が。来なかったのよ、式は。成田に行ってんのよ、結局。式嫁ぎたかったけどさ。ね、ラジコンの何が楽しい？子供って。だそれファンも減ってんだよ、これ、ランマルの。応援してたファンとかもさ、これ、式のラジコンになってさ、その警察署前で迷惑行為やってさ。え、今日マジで、嫁がれた方がいいよ。被害者感情をさ、やっぱ逆なでするような感じだからさ、だからアンチコメも良かったろ、今日やめた方がいいよ。やめてくれってな、うん、捕まる。でも正直捕まるよ、マジで。医療基本妨害で警察署のあそこ映してんだからさ、本当捕まる、医療基本妨害で。これがだって基本妨害になるし、道路交通法に引っかかるし、すぐはパクられないと思うけど、やっぱ半年後とか3ヶ月後だと思うよ。だからマジでやめた方がいい、ここでは。だからあそこ入り口で過ぎたじゃん、だから警察もやっぱ顔を隠すんだよね、隠してこう出たり入ったりするんだよね。だからそれ なってる、これ、色気を思うやん、正直言って。後から逮捕パターンやん、これは。やめた方がいいよ。4、5ぐらいで。ガチで。後から逮捕パターンだから。やめた方がいいよ。だから俺以外のやつも来るよ、突然ガンガン。バンシーに。やめた方がいいよ。じゃあ一回バンさせよ。いや、一回させよ。いや、マジでバンさせるために資格多分たくさん来ると思うから、やめた方がいい。これだし。ここでは。ここはやめた方がいいよ、ほんとに。渋谷署で。渋谷署なんか代々木警察署前でやめた方がいい。まあ、他の警察署前ならいいと思うけど、でもパクられるリスクは上がる。じゃあ転ぶやつよ、渋谷で。じゃあ、ランマルが配信する前に出会ったわけじゃん、ね、お付き合い2年以上経つでしょ。やめてくれって、仲間がいるからやめてくれって分かんない。マジで式に利用されたんだよ。例えばだよ、ね、これで式が捨てました、なってみんなに言われて全部投げやりにやりました。その分出してくれんの？やっぱ数字取りたいからこれ踊ってた。あの式に、式と絡んだらやっぱ数字取れるからやってた。でやっぱファンは逃げていくと思うんだよ、これやってもね、マジで。まあこれどういうことかっていうと、まあ、四季さんが蘭丸に新月町の捕まってる警察の前で蘭丸に踊れって指示したんだよね。それはコロアキが注意してるってことなんだけど、これコロアキが正しいよね。で蘭丸ってもうこの数字に溺れちゃってんね。変にさ有名になって人気出ちゃったからさ、もうこの数字が手放せないっていうか、数字に溺れてるよね。新月町と一緒で、これやめるべきだよ、マジで。絶対これ警察に捕まるよね。時間の問題だし、これいつまでやるのって話だよね。だから俺はなんか四季さんがさ、こんな黒幕になってすごいなんか残念だなっていう気持ちですね。なんか新野町とあの牛角に謝りに行ってね、なんかいい風景みたいな感じだったけど、なんなんて話だよね、結局四季さんってね。なんか俺もがっかりですね。だからランバルとそもそもさ、仲良くなるってこと自体がおかしいよね。四季さんとかさ、新八丁が。この人はやっぱ、一人で勝手にさ、あの、踊ってた方がいいよ。うん。それで別に捕まったら捕まったで、誰もさ、巻き込まずに捕まっちゃえばいいんじゃないと思うけどね。ってのが僕の印象ですね。どうもありがとうございました。